青いちゃんパニックは、竹本泉による日本の漫画。仲良しにおいて、1983年2月号から、翌1984年7月号まで連載された。もしも宇宙人が地球で暮らしたらということを想定した、ソフトな SF コメディである。基本的に作者の執筆傾向から数、話読み切り連作になっており、 中学2年の3学期から高校1年になる間の約1年半の物語である。単行本は、講談者 KC 仲良し版、中出版、ミッシーコミックスデラックス版、メディアファクトリー MF 文庫版の3種類存在するが、すべて絶版となっている。2016年現在、MF 文庫版が電子書籍として配信されている。お茶の茶系図。男性を、青、女性を、 ピンクで示す。森村博士は、某私立中高一貫教育校中等部の2年生。ある土曜日に原因不明の頭痛に悩まされていた。彼には、金曜日の記憶が飛んでいることと、南境山丁目という言葉に反応して頭痛がすることに不審に思っていた。そして可愛い転入生の早川葵が異常に自分を避けることも気になっていた。ある日、彼は、 友人の一人岡崎明の提案で、仲の良い高橋緑、山崎隆と共に、早川葵を誘って映画を見に行くが、その帰り道に寄った喫茶店で中東部の教頭とテスト業者が話しているのを目撃し、葵の超人的な聴力で校長や教頭がテスト業者からのリベートを受け取っていたことを知ってしまう。高橋は何とかして、 証拠をつかみたいと仲間たちに誘いをかけ、森村は校長室に忍び込んだ。葵は元いた父の故郷が高重力の惑星だったため、スポーツ万能少女ぶりを示し、運動武装でのスカウトを受け、追いかけられていた。校長たちに見つかりまいと隠れた掃除ロッカーで、森村は運動部から逃れた葵とロッカーに閉じ込められてしまう。そこで今度は、 体育館の寄付金使い込みをことするための二重帳簿を発見してしまった。森村、高橋、山崎、岡崎に加えて、葵の仲良しグループは、この二重帳簿を手に入れるために、校長室に忍び込み、帳簿を手に入れるが見つかってしまう。葵が、実速60キロメートルで走る校長たちの車を追いかけ帳簿を取り返し、校長たちは驚いて、 事故を起こして入院することになる。森村、高橋、山崎、岡崎の4人組は、早川葵が高重力性の宇宙人の父親と、地球人の母親のハーフであること。森村博士の頭痛の原因は、早川一家の引っ越しの際に道を教えた彼の記憶を、消すために吹きかけられた薬のせいだったことを知る。中学3年になって5人は、同じクラスになるが、 休暇を利用して地球に茶チ々ャチャを訪ねてきたトートに出会う。トートの性格は女の子に声をかけまくる岡崎にそっくりで呆れる森村と高橋。葵は学校にまでつきまとうトートの行動と打ち沈みの激しい彼の性格に悩まされた。トートは無免許で空飛ぶ円盤を運転してきた。近くの駐車場に止めていたために駐車料金を払わされる森村たち。 結局父親が迎えに来て彼は星へ帰っていった。葵にとって低重力の地球はちょっとつまずくとバッタのように飛び跳ねてしまうという悩みがあった。これを何とかできないかと親たちに相談する。父親であるヌートは重り付きのベストを彼女に着せることにした。しかし飛び跳ねないことに関しては解決したものの走ると歓声がついてしまって友人を押し倒したり、 体育の時間にトラックを普通に曲がれず直進したまま、止まれなかったり、学校の備品を壊したりしてしまう。やむを得ず父親は、葵には副作用があるので使用をためらってきた、低重力性で自分が使用する薬を飲むことを提案する。その副作用とは、ヌート本人には何ともないが、地球人の血の流れる葵にとっては強力な眠気を断続的に催すというものだった。 案の定、授業中に黒板で計算しながら寝てみたり、横断歩道のど真ん中で寝てみたりと、眠り姫ぶりを発揮する葵。その度に森村たちは走り回らされた。仲間たちで遊びに行った時、デパートのテレビに見覚えのある円盤が映っているのを森村たちと葵は見てしまう。実は、葵の小学校時代の恩師、通りが地球に、 植物採集を兼ねて遊びに来た際に、車の調子がおかしくなり、山の中に不時着したので、早川家に修理部品を持ってきてくれるよう連絡をしてきた。早川葵をはじめとして、本作のキャラクターは、特に高段者時代の作品を中心に亀を出演している。ありがとうございます。